徳川家元は、江戸幕府第十代将軍、徳川家治の長男。将来の第十一代将軍として期待されていたが、急死した。徳川宗家の歴史の中で唯一、家の通じを授けられながらも将軍位につけなかったため、幻の第十一代将軍とも呼ばれる。家治と田沼沖継の推薦で即室となった、落穂の法との間に生まれる。 生後間もなく大奥女中の広橋の願いもあり、男子のいなかった家春の五代所、とも子の養子となって成長した。幼年期より聡明で文武両道の才能を見せる。成長するにつれ政治にも関心を持ち参画する姿勢を表し、老中、田沼浮継ぐの政治を批判している。しかし、安永八年。 高狩りの帰りに立ち寄った、品川の東海寺で突然体の不調を訴え、3日後に死去した。去年18、父、家春は自らの後継ぎがいなくなったため、食事物戸を通らなくなるほど嘆き悲しんだという。家元の死により、家春の子で存命の者は亡くなり、家春はそれ以後、死去するまでこう儲けることはなかったため、家春の血筋は断絶することとなった。 その突然の死は、家元の将軍就任によって失脚することを恐れた、沖継による、毒殺説、着難、豊か千代に、将軍家を継がせたい一橋や、徳川春貞による、毒殺説など、多くの暗殺説を生んだ。一方で幕末に来日した、ドイツの博物学者シーボルトは、家元がオランダから輸入した、ペルシャバに騎乗中、落馬事故を起こして死亡したと記述している。 家元に代わって、第十一代将軍となった家なりは、晩年になっても、家元の命日には自ら墓所に参詣するか、若年寄りを代参させていた。血縁関係の遠い仙台将軍の子供に、ここまで敬意を払うのは異例である。なお、家元の聖母であるレン、蓮光院は、家なりの将軍在任中の文政十一年に、没後三十年以上経って、 十三味を追蔵されているが、将軍性室、将軍聖母以外の多くの女性が除位された例は、珍しい。日付は、旧暦、徳川家元増大上大人生一位千尋、シーボルト著、日本交通貿易百198ページ。ありがとうございます。